害悪ゼロにして。わかりみっていうことは、このキノピコはね、めっちゃいい人なんでしょう。だから連れてってあげるね、キノピコ連れてってあげる。もしくは連れてって、もう逃げないでっても信用して。僕害悪じゃないからね、ピオキングっていうもう名前はさ、もう害悪っぽくないじゃん。だから信用してくる。うわ、出た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 、そういうけど。キノピオだ。わ、しかも中間ポイント取ってなっすい。マジかよ、中間ポイント取ってなっすい。じゃあこのキノコを取っていきますい。よし、DD2 さんがギブアップしました。っていうことは、待って、ガイアクゼロさん、ちょっと待って、ガイゼロ、ガイゼロもしかしてゴールで待ってくれてない？ガイゼロちょっとやられてんじゃん、ガイゼロ。うわ、でも早いな。あ、分かった、中間ポイント取ってってんだか。あ、キノピオ待ってくれてるんだ、ありがとう。デブマリオ、デブルイージの冒険。デブってこっちか、風船の方かと思いました。さあ、デブマリオ、デブルイージでしょ。やった、デブルイージがれた。よし、これでしょ、これがデブルイージでしょ。よし、これ踏んでいきます。オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って、ちょっと待って、これ踏まして。オッケー、ちょっと待ってって、待ってって、もう待ってって、もう待ってって。よし、やった、やっとなれた。ええ、ちょっと待って、これどうしよう、どうします、ねえ皆さん、どうしますこれ、どうしますこれ。渡っていくしかないよね。渡っていけるじゃん。普通に渡っていけんじゃん。でこれジャンプ、これ中間ポイントか、これ結構ゴールだと思うよね。あ、これジャンプしてこっちか、ゴールが多分上にあると思うんですよ。やった。おお、かっけえルイージ。ライオンキング、伝説のカニ、僕の得意そうなコースです。何回も言いますけど、これ僕の得意そうなコースです。一番上に行きたいと思います。てか強制的に一番上にやられた感じだな。よし、それじゃあ右、黄色の土管ね、ジャンプ、よし、ジャンプ、オッケーで、ツタ、うーごめんごめん、よし、縦は苦手なんですけど、上立て行きたいと思います。よし、でこのままビヨン、オッケー、ジャンプ、ジャンプ、あー落ちすぎ、マジで落ちすぎだから。いや、でもみんな結構落ちてるね。よし、これはゆっくり行った人の、勝ちだと思うんで、ちょっと落ち着いていきたいと思います。で、ジャンプの、オッケー、ルイージがなんか早いな。うわ、縦やっぱ難しいよね、横よりやっぱ縦の方がね、難しいと思うんです。うお、し、オッケー、今一番じゃない、熱い、熱いよこれ。よし、よし、激うまソース、んじゃん、よし、オッケーオッケー、やった、ここでジャンプ、やった。あ、いや、ルイージ結構先行ってらっしゃる、結構先行ってらっしゃるルイージ。うわ、これ負けたっぽいね、くっそー。うわ、ルイージ早い、マジで早いから。うわ負けました、ルイージ。僕はこのてっぺんで待っておきます。いや、それでも待ってくれてるね、ルイージ。さすが優しいな。ありがとう、送っておきます。ありがとう。シンプルレベル。シンプルレベルってどういうことなんだろうね。レベルが、シンプル？ごめん。シンプルってどういう意味なんだろう、まず。ね、いや、なんとなくさ、なんとなくわかるよ。ね、シンプルの意味って大体なんとわかるじゃん。ただ、日本語に訳せって言ったら、こう難しいよね、シンプルって。レベルもさ、ね、日本語に直したらちょっとよくわかんないんですけど。とかなんとか言って、結構チャンスなんですよね。さあ、これはクリボーにやられないようにいきますか。よし、多分まだみんなやられてないね。あとはクリボーだな、気をつけるのはクリボーなんですよ。で、このパッタパッタ、危ない、やばい、マリオ来てる、主人公が来てる。兄ちゃん待って、兄ちゃん勝ちましたよ、僕。うお、危ねえ、よっしゃ、危ねえ。おい、ここはそういうチャンネルじゃないぞ。っていうかですね、今僕レートがですね5400なんですよね。ただその5400からなかなか抜け出せなくって、5400台からですね、なかなか抜け出せなくてですね、うわ、これ渡れない、よし、うわ、くっくっくっ、なんでやられたの、あのモグラに。ちょっとこれはね、簡単なコースなんですけど、モグラが、マジモグラなんですよ。ちょっと待って、これアイテム欲しいね、アイテム取っていこうか。オッケー、
意味な、めっちゃ意味ないめっちゃ意味ない。あ、なんかこのコース見たことあるね。なんかスーパーマリオブラザーズ。うわ、強いね、あの光るっていう人。いいスパイク履いてるね。きっとこのキノピオ強いですよ。よし、キノピオ連れてってあげる。やっぱり強い人は持たれないね。人任せにしないってか。うわ、てかラグ、え、ラグすぎでしょ。たまにあるこのラグ、え、やばくない。で、今2位でしょ。またさ、2-1-1とあのスタートがないパターン来ないからね。さあ、いや、スタートしよう。早くキノピコ投げるでしょ、絶対投げさせね。うーわ、出た、持たれた。いや、待って、連れてってくれんのかな。出た出た出た出ました、あの1。またスタートがないパターンだ。途中でスタートって出るよ。なんだろうね、これ。めっちゃラグ使いいるよね。たまにこういう人いるんだが。うーわ、出た、ここでスタート。はい、僕こっからスタートですなんだ、こうたまにですね、いきなりこうやってさ、あのラグが治る時あるよね。そうしてやられるパターンみんな多くないね。僕とっても多いんですよ。出た、このね、キノコ取ったらすぐやられるパターン。てかこれ危ないな、結構危ないね。こっちからいける？オッケー、落ちると思ったけど。そして次は、うん、こっちか。うわ、レイジ早いね。よし、キノピオはやられてんのか。ジャンプ、よし。で、このまま渡っていきます。うわ、渡れないね。これルイージアイテムまで取ってね、行ってるんですけど、僕これね、上から行こっかね。上から行けないかな、これ。いや、行けんっぽい、行けんっぽいけど、ちょっと気になるから、ちょっと行ってみますね。僕もう負けてもいい負けてもいいから、めっちゃ気になるんですよ。ここも気になって夜も眠れない。はい、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。